ブラックタンズはアイルランド独立戦争中に王立アイルランド警察隊が設置していた臨時警察隊である。正式には王立アイルランド警察特別予備隊と呼ばれた。当時の英国戦争省、ウィンストン・チャーチルの発案によって設置された。1919年末からイギリス本国での志願者募集が始まった。イギリス政府の呼びかけに応じて集まった数千人もの。 志願者は大半が第一次世界大戦に従軍した経験を持つイギリス陸軍の福音兵だった。また、隊員の大部分はブリテン出身者だったが、少数のアイルランド出身者も含まれていた。その任務は、リックによる治安維持及び対アイルランド共和軍作戦を支援することであった。ブラックタンすなわち、 黒色と褐色という通称は、編成当初の隊員らが着用していた間に合わせの制服に由来する。当時、隊員らは、イギリス陸軍の褐色や戦服と黒っぽい能力色をしたリックの制服を組み合わせて着用していた。ブラックタンズは、しばしば補助部隊と混同される。補助部隊は、イギリス軍の退役将校らで構成される。 リックの対反乱作戦部隊であった。ただし、単にブラックタンズと呼ぶ場合でも補助部隊を含むことがある。19世紀末から20世紀初頭にかけてのアイルランドではアイルランド民族主義者らによるホームルール運動が支持を広げていた。アイルランドの自治権獲得は第一次世界大戦の勃発によって棚上げとなり、 1916年にはこれに反発した共和主義者らによる放棄が発生した。1918年のアイルランド総選挙では、シンフェイン党が105議席中73議席を確保した。1919年1月21日、シンフェイン党は第1回国民議会を開催し、アイルランド共和国の独立を宣言した。また、この際に、 アイルランド共和軍は正式な国軍と位置づけられた。同月中にアイルランド独立戦争が勃発した。IRA の主な攻撃対象はアイルランドに駐留する王立アイルランド警察隊とイギリス陸軍の施設及び部隊であった。1919年9月、イギリス首相デビッド・ロイド・ジョージはアイルランド国民議会を非合法化し、 中アイルランド陸軍部隊を増強するとともに、新たなアイルランド統治法の策定を進めた。ダブリンに展開した、ブラックタンズの隊員、ルイス銃を手にして喫煙している。黒っぽいコートと褐色のズボンを組み合わせて着用している1920年1月、イギリス政府は荒っぽく危険な仕事に直面することを望むものを求める広告を本国の都市部に掲示し始めた。 これはアイルランドにて繁栄闘争の対処に当たっていたリックの増員を進めるための措置であった。これに対し、失業中の福音兵を中心に多数の応募があり、1921年11月までにおよそ9500人が特別予備隊に入隊した。入隊者の数が想定を超えたためにリックの制服が、不定すると大半の入隊者は褐色の陸軍の制服と、 暗緑色のリック制服あるいは青色の本国警察の制服を受け取ることとなった。こうして陸軍軍人やリック隊員と特別予備隊員は外見上も明確に区別されるようになった。クリストファー・オサリバンは1920年3月25日付、リメリックエコーが身に寄せた記事でリムリック・ジャイク・ション駅で出会った入隊者の一団について、 スカーティーンで行われるキツネ狩りを思い出したとしている。スカーティーンハントで猟犬として使われるケリー・ビーグルはブラックタン、すなわち胴体が黒く、足が褐色という毛色をしており、褐色のズボンと黒っぽい上着を着用した特別予備隊員をこれになぞらえたのである。エニス出身のコメディアン、マイク・ノノがこのエピソードを元にしたジョークをステージで語ったことで特別予備隊を指す。 ブラックタンズという通称は瞬く間に普及し、隊員が上下揃いのリックの制服を受け取るようになっても、廃れることはなかった。当時のアイルランドでは、ブラックタンズの隊員は、刑務所から直接募集された前科者ばかりだという、噂が語られていた。ただし、これは事実ではなく、犯罪歴があれば、警察官として働くことが認められていなかった。 隊員の大半は失業中の福井運兵で、彼らは単に生活費を稼ぐためにブラックタンズに志願していた。入隊者らは内容を圧縮した3ヶ月間の訓練を受けた後、直ちに各地の陸兵舎へと配属された。主な認知はダブリン県辺境、マンスター、東部、コノートなどであった。1920年3月25日に最初の入隊者らが到着した。 また、イギリス政府は別の部隊として、補助部隊の編成を行った。同部隊はオークジラリーズあるいはオークジズと通称され、陸軍の退役将校らから編成されていた。ブラックタンズは、守備的な役割でリックを支援することが主な目的とされていた一方、オークジズは、重武装の機動部隊を用いた IRA の捜索 および排除といった攻撃的な役割を担っていた。一般にブラックタンズによって行われたと言われる犯罪行為の少なくとも一部分は彼らではなくオークジズが作戦の一環として実施したものである。IRA との戦闘後、ダブジンのロンドンノースウエスタンホテル前にて撮影されたブラックタンズとオークジズの隊員ら隊員の待遇は 比較的よく日給10シリング3色宿付きというものだった。彼らは警察官として最低限の訓練を施されており、警察施設や監視所の戦力を補強するために派遣され、保証、警備員、政府職員の護衛、一般警察の援護、群衆整理などの任務に従事した。一連の対反乱作戦に参加するようになると、く口図と共に、 チューダーのゴロつきともとも呼ばれるようになった。この呼び名は警察顧問として作戦の指揮を取ったヘンリー・ヒュー・チューダー少将に由来する。その任務の性質のため、共和主義者からは占領軍の一部とみなされた。作戦を通じ、彼らは残忍な行いによって恐れられるようになった。リックが IRA 及びシンフェイン等のメンバーに対する攻勢を強める一方、 警察組織による IRA への報復は当局によって黙認されていたためである。フォーファー出身のアレクサンダー・ウィルはブラックタンズにおける最初の殉職者だった。ウィルは1920年7月11日、IRA が行ったラスモアのリック兵舎に対する攻撃の最中に殺害された。編成当初のブラックタンズは厳しい統制が取られていなかったため、 1920年には IRA によって隊員が殺害されるたびに民間人を意図的に対象とした報復が実施された。同年夏にはブラックタンズによる地方集落への襲撃、略奪が相次いだ。7月のチュアム襲撃から始まり、トリム、バルブリガン、ノッククロアリー、サーリス、テンプルモア、その他にも多数の集落が襲撃と略奪の対象となった。 同年11月、地元のリック隊員二人が IRA によって拉致、殺害されたことへの報復として、ブラックタンズはトラリーを包囲した。彼らによってトラリーのすべての事業が閉鎖され、一週間食料の供給は絶たれ、三人の市民が射殺された。また、彼らには11月14日にゴールウェイにて、カトリック教会の司祭マイケル・グリフィンを誘拐。 殺害した疑いがかけられている。グリフィンの遺体は失踪から1週間後にバーナの沼地に捨てられているのが発見された。1920年10月から1921年7月にかけてゴールウェイ周辺での警察組織による IRA 容疑者への残虐行為が頻発し、その件数はアイルランドの他の地域における平均を大幅に上回った。 1920年12月11日、コークが襲撃を受け、市外の大部分が破壊された。1921年、イギリス労働委員会は、アイルランドの情勢に関する報告書を提出し、この中で政府の安全保障政策を強く非難した。政府は、ブラックタンズの編成時、解放軍であり、支配者として振る舞うことはあり得ないとしていた。しかし、 1920年12月29日以降、政府はアイルランドにおける公的な報復の実施を認めた。これは典型的には IRA メンバー及び審判とおぼ式も者の財産への放火という形で行われた。リックでの規律改善が進められたことで、1920年3月以降はブラックタンズによる残虐行為は減少した。 隊員らの個人的な感情による報復が抑制され、命令に基づいた報復のみが実施されるようになったためである。一般にブラックタンズによって行われたとされる行為の少なからぬ部分は、彼らではなく、オーク地図など、他組織によるものである。例えば、1920年3月に起こった、コーク市長、トマス・マック・カーテンの暗殺は、 現地管区長の指示を受けた一般のリック隊員による犯行であったし、地の日曜日事件最中にクロークパークで民間人13名を射殺したのも一般のリック隊員であったとされ、また現地には小規模なオークジズの死体も派遣されていた。これは、共和主義者側が厳密な区別をせず、ブラックタンズを政府側警察組織全般を指すごとして用いたことから生じた誤解である。 ブラックタンズによる活動について、アイルランドとイギリスの世論は共に冷ややかだった。暴力的な戦術に対し、アイルランド国民は IRA に対する水面下での支援を増やすことで応じたし、イギリス国民からは平和的な解決を求める動きが出始めていた。庶民院議員エドワードウッドは、武力行使の停止及びアイルランドに対する 最も寛大なラインで考慮された提案を行うことを政府に求めた。庶民院にインジョンサイモン教も、ブラックタンズが採用する戦術に恐怖を感じている旨を語った。ライオネル・ジョージ・カーティスは、ラウンドテーブル・ジャーナル氏に寄せた記事の中で、こうした手段によらねば、イギリス連邦を保持できないのなら、それは連邦を支えた原則の否定に他ならないと述べた。さらには、 英国王ジョージ五世位、聖公開主教団、自由党及び労働党の議員ら、オズワルド・モズレー、ヤンス・スマッツ、労働組合会議、報道機関なども、ブラックタンズに対する批判を強めた。マハトマガンディはイギリスからの和平提案について、イギリスに不本意な提案を余儀なくさせたのは、さらに人命を失うことに対する恐れではなく、他の何にも増して自由を愛する人々へさらなる。 苦しみを課すことに対する周知であると評した。1920年から1922年までにおよそ7000人がブラックタンズの隊員としてアイルランドに派遣された。このうち1、3以上が1922年の解散以前に除隊しており、半数以上が政府からの年金を受け取っていた。戦争を通じ、リック隊員のうち404人が殺害され、 600人以上が負傷したが、死者、負傷者に占める一般リック、ブラックタンズ内しオークジズの割合は不明である。ブラックタンズの元隊員の中には、除隊後も市民生活への復帰に問題があるものがあった。少なくとも二人の元隊員が殺人について裁かれ、公主刑に処されているし、殺人容疑で指名手配された元隊員、スコット・カレンは逮捕直前に自殺している。 ブラックタンズの極めて暴力的な振る舞いと、彼らが関与したとされる数々の戦争犯罪のため、彼らに対するアイルランドでの関心は依然として強い。ブラックタンズという言葉自体も、その残虐性を想起させるとして、未だに快く受け止められない場合が多いという。ブラックタンは、黒ビールと単色ビールを重ねたカクテルである。本来ブラックタンズとは、 無関係で、また独立戦争以前から広く知られていたのだが、戦後のアイルランドではこの名が忌避され、ハーフハーフと呼ばれている。共和主義者の歌った闘争家のうち最も有名なものとして、ドミニク・ビー・アンが手掛けた、出てこい、ブラックタンズどもがある。アイルランド独立戦争を指して、タン戦争や、ブラックタン戦争という言葉が使われることもある。この故障は、 内戦時に反条約派として戦った者が好んで用い、現代でも共和主義者らが用いることがある。1941年にアイルランド政府が制定した独立戦争記念賞は、独立戦争に従軍した IRA の退役兵らに授与された。この記念章のリボンは黒色と褐色だった。ありがとうございます。